イザナギとイザナミは数多くの神々を生みました。そしてイザナミがカグズチを生んだ時、カグズチは火の神で、イザナビの陰部が焼かれ大やけどを負ってしまいました。イザナミは苦しみながら嘔吐し、その時生まれたのが金山彦の神と金山姫の神、次に打粉から生まれたのが花安彦の神と花安姫の神、さらに漏らした尿から生まれたのが三つ葉の目の神と枠むすひの神。この枠すむひの神が豊受け姫の神となります。これらの神々は金属と陶器、農業など人間の産業においてなくてはならない神となりました。カグズチは火の神で戦勝の神でもあります。その戦争の神が現れ、それに苦しんでイザナミはいくつかの神を生み出します。それは産業の神、産業の神は戦争の神により生み出されました。戦争により産業が生まれ発展し、科学技術が進化したということです。戦争により発明されたもの、発展したもの、いくつか具体例で見ていきましょう。電子レンジ、システム手帳、インターネット、デジタルカメラ、鉛筆、ボールペン、サランラップ、ティッシュペーパー、ランドセル、携帯電話、腕時計、缶詰、マーガリン、インスタントコーヒー、宇宙船、ロケット、ドローン、まだまだたくさんありますが、戦争により多くのものが生み出されました。結局イザナミはその大やけれどが元で亡くなってしまいました。これに怒った夫であるイザナギはカグズチを剣で切り殺しました。この時剣についた血からいくつかの神が生まれ、さらにバラバラに切り離されたカグズチの身体からいくつかの神が生まれました。これらの神々は戦争が終結してから出てくるものを暗示しているのでしょう。やがてイザナギはみそぎを行い、多くの神が生まれました。そしてみそぎの最後に生まれたのが三鬼神であるアマテラス大御神、月読みの御子とスサノオの御子と、この三鬼神の誕生を機に日本神話のドラマは大きく進んでいくのです。もう一度言います。三鬼神はみそぎから生まれました。